人、3人とこの守備の矢が飛んできまして、そしてボールを奪ってスルーパス、オフサイドはない、クリスチャンスピードがある、1対1シュート、3対1、佐々木匠から、そしてこのクリスラン、ホットラインでボールを奪い取りました。まあ、本当に、まあ、利き足に、まあ、非常にいいコントロールをしましたと思いますけども、落ち着いてましたよね、今ね、もう、はい、完全に抜け出して1対1の状況の中、冷静にゴールにボールを置いてくるような、そんなシュートになりました、クリスランです。この佐々木匠からこのパス、まあ、急走ですからね、なんとも言えないんですけども、やっぱりね、あのリュウ君も一人でこう、どうしても人数少ないですけど、一人で無理しなきゃいけないということでね、はい、ああいうドリブルをして、やっぱもう戻れませんからね、ですから、まあ、これ大切なんですよ、こうやってこう3点目取れちゃえば、もうこれでもう。